皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今回はこちらの大理石ネイルをセリアの100円ジェルでやってみました。最後まで見ていただけると嬉しいです。それではどうぞ。はい、ではこちらベースを塗った状態から始めていきます。ではまずはじめにこちらホワイトとベースを混ぜて薄い白を作っていきます。はい、ではこちら中指に塗っていきます。次に色を混ぜていきます。ではパレットの上にブラックとグレーとネイビーを置きます。混ぜていきます。まずグレーとネイビーを混ぜて、そこに黒を少しずつ調整してのせていきます。ではこちら境目の部分をぼかしていきます。叩きながらぼかしていきます。濃くしたいところに乗せたりします。では次に白い線を入れていきます。ではこちらパレットに白のジェルをのせます。では筆を使ってのせていきます。では先端に白いジェルを取って大理石模様を入れていきます。
たいと思います。ではこちらを、溶かしながら薄くしていきます。はい、ではこちらライトに入れていきます。はい、では次にもう一度白を取ります。ではこちらをこの線の上に乗せて線をはっきりさせていきます。はい、では次に用意するのがシェルと箔です。こちらを乗せていきたいと思います。ではベースを乗せます。こんな感じでライトに入れます。
埋まらないようであれば、2回トップコートを乗せて仕上げます。はい、ライトに入れます。はい、こんな感じで大理石ネイルの完成になります。では親指と小指も同じ感じで完成させていきます。
人差し指を塗っていきます。使う色はホワイトとベースを混ぜて薄い乳白色を作っていきます。はい、ではこちらの色を塗っていきます。ではライトに入れます。はい、では次にパーツをつけたいと思います。ではベースを塗ります。今回使用するパーツはこちらの丸いちょっとゴツゴツしたパーツを乗せていきます。重いパーツは流れやすいので気をつけながらライトに入れます。はい、ではトップコートを塗っていきます。こういう大きなパーツも引っかかりがあると生活に支障が出てしまうので、そういう場合は2回トップコートを塗って引っかからないように仕上げていきます。はい、ではライトに入れます。はい、こちらで完成になります。今回のポイントは大理石ネイルの上に箔とシェルをのせることによってとっても豪華に仕上げることができます。少しでも皆さんの参考になると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。